西にオサード小大陸、東にヒンガシの国を望む紅玉海。日の出時に赤く染め上げられる様子から、ルビーの海って意味の名前が付けられたそうだ。そんな紅の海に私たちは漕ぎ出す。ドマの城があるというオサード小大陸を目指して。
お前ら、うちの若いのをずいぶん邪険に扱ってくれたらしいな。こちとら海賊衆だ、煙たがるのはまあわかる。だが捕別船をいただかねえことにはこの先の航海の安全は約束できねえぞ。ふん、そうもあからさまに虚勢を張られるといっそ哀れみさえ覚えるな。これまで貴様らに勝手を許していたのは単に小林は捨ておけとの命が下っていたからのこと。しかし我らが代理総督殿は海賊衆のことがお嫌いなようだ。小舟一艘でも襲撃されればそれが海戦の口火となること、貴様らもよくわかっていよ。くっそそれだけご自慢の後ろ盾をお持ちなら小銭くらい景気よく払ってもらいたいもんだがね。その喧嘩を買ってやるほど暇ではない。行くぞ、船を出せ。帝国の横暴はどこに行っても同じ。支配する者と支配される者にしかならないんだ。昔から何かにつけて捕別船を渋る連中だ。好き好んじゃいないものの仲違いをしたつもりもなかったんだがな。俺は品貸しの国の出だが海賊衆にはドマ出身のやつも多い。ドマの代理総督様はそれが気に入らないらしいのさ。帝国の活動への干渉を禁ず、さもなくば敵とみなすなんて事実上の服従勧告を投げてきやがった。おかげで俺らはすっかりハリボテだ。黄人族が帝国についていたのは、彼らも脅されているの？あいつらは勝ち馬に乗っただけさ。もともと傭兵業も盛んな一族だし抵抗はねえんだろう。ま、そのあたりの事情はそろばんに聞くといい。おって、バン野郎、罰が悪くて引っ込みやがったな。ねえ、あなたたちは帝国のせいで困ってる。ドマ出身の仲間だって多いはずだよ。それなのになぜ帝国と戦おうとしないの？ははさてはお前ら、ドマ反乱軍の残党とその助っ人ってとこか。お前らも惨敗した口だろうに、そそのかしてくれるなよ。帝国軍との戦力差がわからないほど俺らは素人じゃねえ。それに仲間はみんな泣く泣く故郷と過去の因縁を捨てて海賊衆に入ってるんだ。国に報いず報いられない、それが俺らさ。ま、このままだとおまんまの食い上げなのは事実だがな。一矢報いて散るか、いっそ飼われて甘い蜜を吸わせてもらうか、うちの棟梁も決めなきゃならねえ。代理総督様の粛清がいよいよ海岸付近の村にも及んでるそうだしな。ったく、これ見よがしに脅してくれたもんだぜ。なんと、あの女狐め、また悪行を重ねておったか。こうしてはおれん、一刻も早く大陸側に渡り村々の様子を確認せねば。
そろばんを踏んづかまえて船を出すでござる。あいつらの捕別船は受け取ってる。好きにさせてやれ。俺も一度報告に帰るぞ。
混乱の後とはいえ警備が厳重すぎると思うのだけど、ちょっと異様な雰囲気ね。いや、拙者も長く離れてはおったが、おそらくこれは常の状態ではござらん。一足遅かったのか、間に合ったのか。ねえ、見て、誰か来る。おお、おお、見間違うものか。やつこそドマの大敵、主の仇、祖国を売り飛ばした代理総督ヨツユでござる。じゃあ、あれが先の反乱で帝国の手引きをしたっていうドマ代理総督ヨツユ。それに後ろに控えてるやつって。ああ、隅々まで貧乏が染み込んでるね。まったく、まさしくドマの村だ。おかげで酔いも覚めて気分が悪くなってきたよ。なあに、そんなに怯えないで。考えてもごらんなさい。これまで25年間、ドマは帝国の属州として生かされてきたんだ。嵐が過ぎれば、逆らわなければ、きっとまたのうのうと生きていけるよ。そのために私はお前さんたちの忠誠を問いに来た。どうすればいいかはガキでもわかるだろう。だというのに。今朝、海を見張っていた荒人族がこいつを捕まえたんだ。この村の住民で間違いないね。クガネにでも逃げようと思ったのかい？はあ、バカはかばいきれないね。他のお利口さんたちはこうならないでおくれよ。それで、言うべきことは？おら、帝国に忠誠を誓う。命令には決して背かねえ。いいね、よくできました。それじゃあ、その言葉の証を立ててもらおうか。あれを殺しな。逃げ出そうとするなんて、帝国に後ろ暗いものがある証拠。忠誠を誓うならできるだろう。オラには家族が。すまねえ、本当にすまねえ。私、お前さんみたいな人は好きよ。じゃあ次、そこの老いぼれどもを殺しなさい。労働力にもならない連中は帝国に不要でしょ。そんな、オラの夫とお母だできるわけがねえ。どうか、それだけは。
その通りよ。あんな至近距離で人質を取られてたらろくに動けないわ。下手に決着がつかなければ帝国軍の警戒を煽って不意をついての解放運動が難しくなる。ドマの民だってどんな制裁を受けることになるか。止めてくれるな。拙者は今すぐあの狼藉をやめさせねばならぬ。今は落ち武者なれども、拙者はドマの侍大将。やつらに姿を晒し、あえて捕らわれれば尋問にもかけられよう。お主らはその隙に策をなせ。そんな、あんな奴相手じゃ命の保証がない。あなたの目的はドマの奪還なのに、こんなところで死んでもいいっていうの？その時はそれが拙者の役目であっただけのこと。天命が尽きるまでは決して死なん。何より拙者こう見えて捕まるのには慣れているでござる。クガネでのこと、でもそれとこれとは、仲間が死ぬかもしれないのをみすみす見逃せないよ。リセ、あの敗北の後だもの、気持ちは痛いほどわかる。でも負けた私たちだからこそ、きっと今までよりも前を見なきゃいけないんだわ。今後も踏まえて解決策を出すのは少しばかり難題よ。辛いと思うけど時間稼ぎをお願い。ただし死ぬのは絶対回避すること。いいわね？承知つかまつった。お主らは一旦ここを離れ、北東に見える塔を目指せ。そこにいる連中とならば奇策も浮かぶやもしれぬ。では行くでござる。どいつもこいつも本当にバカだね。骨の髄までくだらないドマの精神にどっぷり。結局生きなければ何もできないっていうのにね。いい加減にせぬか、夜露。これはこれは、随分と大物がかかったようだ。その者らにこれ以上の狼藉は許さぬ。拙者の身柄で手を引け。さもなくばここで千人斬りの刀を抜こうぞ。捕まえな。そこの酒場ででも話を聞かせてもらおうじゃないか。